サイトに知ったノーセプション対してゼータディビジョンは A サイトにグループアップかと思いきやまだ分かりません。でもこれだけ時間を使ったことによって相手の要請をうまく防いでますよね。まあ、もし C によったとしてもここでまた展開するだろう。さあ勝負の次ファーストレーンからスモークホウント視界が取れない。ヘップメデオトレードです。4対4これでバックサイトは取れていない状態です。成長はなっている。いやでもデリアで顔を出さない。フォールトラインからの取り返しメテオを抑えたのはラズ。ただデリアリは入っている。ラズが2人ゼフが2人返します。2オン2ただ体力がありませんから正面ピーク会場を鳴らす。ジャンピークグラビティベルはまだ使わない。ここだタフ逃げていません。勝負するのはセーフ。ジョジョがカバー。ワンオン2残ったのはシュガーゼロ。ハグどうだ止めたのゼフ。トリプルキル。まずはファーストラウンドを取ったらノーセプション。いやーハリーファーストラウンド、はい、強いですね。なんか今のので最初も言ったんですけど、はい、そのまたセットメテオがクローを倒しています。ただそこにはシュガーゼロがカバーしますね。前夫がどのタイミングで入るか。フラッシュからインただデップとラズが射線を通していました。うん、最後の一人もデップしっかり仕留めてラウンドを取得したのはゼータディビジョンです。ここは以前も見てた形にはなりましたけれどもサイトの真ん中にこうゼロポイントを落として索敵も兼ねつつ裏はシュガーゼロがしっかりと抑えていく、うん、その上で強力なアビリティを使いながら A リンクと C リンクどちらにもかなりプレッシャーをかけていたのでリテイクがかなり難しそうでしたね。B サイトに寄せ付けなかったですからね、うん、4ラウンド目です。アルティメットアビリティはどちらもありません。ただキルを取ればあと一つアルティメットアビリティデップもたまります。ガレージを見てるのはデリアリー。キルジョイというところもあってさすがに先ほどのようにデリアリーも勝負はできないかもしれません。 A メインお互いが様子を伺う中取ったのはシュガーゼロです。来ましたね。ここでスカイがいなくなった。メテオは引くしかありません。早いぞリレーボルトから追いかけるデップハイギアからリレーボルトアフターショックを避けてノーセプションの懐に侵入。裏からラズ。いやこの合わせが強すぎる。メテオバレていない。メテオバレていない。上シュガーゼロが落としました。ラズもヒロ取ってワンオースリーです。残ったのはブラックビーズ。スモーカー対決取ったのはシュガーゼロ。ゼータディビジョンが2本連続ラウンド取得です。もう1人今 A を詰めていた相手を倒してからスパイクを持ってそのままデップが設置です。頭に来たまま設置するんですね。そうですね。シーカーが帰ってくる。ブラックウィズが点を落としています。Cサイトの点は倒れました。ロックダウンも来てしまってるんでリテイク難しいですね、はい、確かにそうですね。ロックダウンは C サイトへどう取り返すか。ノーセプション上からメテオトレイルブレザーとともにオペレーターで仕掛けていく。捉えきれません。いやうまいですね。これで飛び出しのタイミングを落ちました。シュガーゼロダブルキル壁抜きだ。グラドレ落としましたね。オペレーターのメテオ時間がありません。また一人すぐさまクローグカバーキープの判断か。フラッシュ相手でのセーフよく倒した。オペレーターだけは持って帰る。いや武器をキープできた。素晴らしい素晴らしい。逃がさないラズ。ジョジョ引けるか。いや全部よく取りましたね。よく取りましたね。ゼータディビジョンがラウンドを取りました。しかし全部選手のファインプレーで次のラウンドにつなぎます。いやそれでもこの今の A サイト入った後の、はい、この防衛戦においてクローのアビリティを使うタイミング絶妙でしたね。ヘブンの飛び降りとそのスポーンからの合わせで入っていきたいのに対して定期的にポーラウラーを流してジョジョも動きにくくしてヘブンもよし飛び降りようという時にシーズを流されていてかなり入りづらそうでしたね。あのフェイドの一個一個間を空けてのアビリティっていうのがね嫌ですよね。さあお互いバイラウンド。プラウラーは破壊。オペレーターはバレています。突っ込んでいくのはデップです。迎え撃つのはシェリフのゼフ。揺さぶられてますね。
このアクションで A を離せなくなった代わりに B が手、やはり今回も手薄になってますね。はい、さあ狙うはやはりセータディビジョン B サイト、囲い込みたい。ノーセプション、ガレージのファイトはどうだ。トットのデリアリー突破口になったか。メテオもカバー、お互いのトレードで3対4。ナイトフォール、クローが時間を稼ぎます。音が聞こえない。ノーセプション、マークもつけられています。ガレージの勝負、取ったのはデリアリ、2人目。これはちょっと分からなくなってくるぞ。会場を鳴らしてピークする。フラグメント当たってますね。時間、玉上にはフラグメントが入っています。取り返しが遅れている。ノーセプション、フラッシュが入る。取り返しにいかません。さあ時間をかけてのこのアビリティ、なかなか前に出れない。ノーセプション、あ、入りたいタイミングでちょうど打ってきますね。そうですね、まあ、それもそうですね。しかもこれオペレーターを削りに行くまでありますけど。さあ裏にはオーバーピークも関係ない。そうですね、スポン側にはメテオです。そこのカバーにはブラックウィズ、武器は持ち帰れそう。ノーセプション3本の武器のキープです。ラウンドを取ったのはゼータディビジョン。この攻め止めるの困難ですね。どこかしら前目でエリアを抑えないと、どうしてもサイトラインのセットがかなり厄介ですし、前に出ようとしてもリレーボルトであったら相手の素早いエリア取りが来てますからね。しかも先ほど結局相手の武器代わりに行ったじゃないですか。はい、まあもうデップも上がってましたけど、テンもこれアルティメイト使えますからね。ラウンド7対210ラウンド目です。ガレージ、あー来た、早いテンプですね。シーバサミです。早すぎる。おそらくおらないでしょう。メテオ1人、テンを抑えてる。起こすがデップ、いやスポーン側からも挟まれてる。さあ糸に残ったメテオ、見えた、デップが捉えた。逃げ場はないメテオ、どうする。プラウラを破壊、後ろからデップ抑え切った。いや縦横無尽に駆け回りますね。平凡を走り回るデップ、どこまで行くんだ。スライディング登場だ。抑えたの前空、次にはさせない。3人目は持っていけない。最後は点、8本目。ゼータディビジョンの流れは止まりません。ラウンドは8対2。いや完全に自分たちで流れを取り返そうとしていますね。はい、スピード感がすごいですね。まあ、流れというのはどうなのかもしれないですけど、とにかく自分たちの戦いたいように押し付けてるがいい表現ですかね。そうですね、うん、今回 もうヌルコマンドがあって、それを利用した素早いセットでしたし、十分な成果を上げました。ブラックウィズがダブルキル、クローが返したのワンオンフォー。残り時間はありません。スパイクは持っている、ただ囲まれています。一つずつ丁寧にアビリティを入れる。勝負する、ワンスリー、後ろにも回っていた。最後はデリアリ、4本目を取得。ノーセプション8対4で前半折り返しです。まずはミッドへのゼロポイント、これで打つ多分。そうですね、捕まったのデリアリ、沈めてますよね。夏の勝利は1回勝負、2回目で戻っていくランデブー、うん、削れましたから。そうですね、そしてカバーに来た点、そしてカバーの大木、 C は常に詰めてる。デップが C ロングを詰めて A を挟み込んでいます。いや残ったのジョジョ、全部の動きが速くて綺麗すぎる。ワンオフォー、隙がない、逃げ場も与えません。後半ファーストラウンド、ゼータディビジョンが9本目を取得。いや言うことなしですね。言うことなしですね。このラウンドはもうアビリティも含め全員が完璧な動きをしました。でやりたい動きを全てできたって感じですね。はい、ショートもラズがランデブーで引いた後の動きというのもしっかりしましたよね。ショートはスイッチで別の選手が入って、ラズ選手はヘブンからロングヘッドハンターで抑えるような動き、これスイッチして点が、ね、前に出てます ね。 そうですね、下がったとなれば後続から出ている可能性は低いって考えるのが普通ですから、そこもまあスイッチをした理由でもありますし、はい、でタエのスモークも入れて、タエのスモークも完璧でしたね。はい、シューガーゼルのカバーも入っていました。後半2ラウンド目です。囲い込んでるのはなんとゼータかな、いやノーセプションがどこに攻めていくか次第です。うん、情報を持ってるのは現在ゼータディビジョン。シュガーゼロが面白い勝負、アレスで抑えたシュガーゼロ、どういう勝負の仕方ですか今の。クローが前方を倒して、デップが正面からのジャンプ打ち、一
人倒してブラックビーズがこれは当たらない最後あらず10対4いやシュガーゼロシュガーゼロだってあれマーシャルからって削られてどうするんだろうと思ったらテコテコ歩いてアレスですよアレスしましたアレスでそのまま勝負しましたね普通あの 49HP で出ないですよあんなとこシュガーゼロのオーディンいやこれは会場のアートさんもにっこりだろうないやアート見てますか見てますよさあシュガーゼロああ伝統芸さあシュガーゼロそして A ではらず外れたね2人目スパイクもドロップ残ったのは全員位置もバレているおおすごい泳ぎマッチポイントパーフェクト12対4ゆえさん、はい、シュガーゼロもあのおもちゃのオーディンで死抜くんですね抜きましたね、まあ、でもゼータがそれやるんだったら皆さんもこれもうどんどん使うしかないですよねいや埼玉スーパーアリーナでコーディスするっていうのはね見れるとは思いませんでしたね工事中でしたねいやここであのカメラさんがあのアートの顔をアップで写してくれたらどんな表情してるのすごいにっこりしてるのかなむしろ自分のアイデンティティ奪われてちょっと悲しんでるのかVCT で見せたフラグシーンですからねおっと目を詰めてるファーストボラためてよファーストボラ落としたでもこれうーんクローデップが抑えていく3対4正面での勝負プライドファイト天が抑えたガンガン前出ますねいや位置が分かってるガレージからプラウラ抑えたな全フ正面の点をさ抑えました丁寧に行きたいノーセプションチャンスはあるただそこにはデップオペレーターハイギアなんで寄りが早いんですよねラズのオペレーターを持って